旧江戸城、田安門2009年7月13日撮影。田安徳川家は、徳川市の一子系で、御三教の一つ。単に、田安家とも言う。江戸幕府第八代将軍、吉宗の次男宗武を加祖とし、徳川将軍家に公子がないときは、御三教の他の二家とともに公子を出す資格を有した。価格は、御三家に次ぎ、国高は十万国。 加盟の由来となった屋敷、田安邸は、江戸城、田安門内で、清水邸の西、現在の北の丸公園、日本武道館付近にあり、道地が、田安す王人の旧地であったことからこの名が付けられた。教法十四年、宗竹は元服して、江門徳と称し、御手領名を付けられて、蔵前で、まかない量三万票を与えられた。翌年には田安門内に地を与えられ、 翌十六年に、館へ移った。延京三年には、倉前支級が、領地に切り替えられ、賄い領領地十万国を、武蔵、上野、甲斐、泉、摂津、張間の六カ国に与えられた。宗武は、春英で知られ、国学を学び和歌をよくする工学の家系であったが、着手の二大地殺が病弱で創生した。この時、家に残っていた弟の賢丸はすでに、 白川藩の九章松平家への養子行きが決められており、三代目を相続することが認められなかった。そのため、宗武家の血筋は、以後の田屋助には伝えられなかったが、貞信を通じて、九章松平家に伝わった。田屋助は十数年にわたり名屋敷となった後、一橋家出身の成政が相続した。以後は、一橋胸忠の血筋が続き、御三教の中で、 唯一、吉宗の子孫が、幕末まで当主となった。江戸時代を通じて、田谷助から将軍を出すことはなかったが、十五代将軍、吉信の近親の後、慶応四年うる四月に七代当主亀之助が、徳川宗家を相続した。翌五月に、父吉寄が再生し、田谷主藩として、維新立藩するも、明治二年の藩籍奉還の際に、中藩時に、 任命されずに廃藩となり、明治3年3月に火力3148国を支給された。明治維新後は家族に劣し、白尺を授けられた。延響3年に廃業した10万国は、幕府直轄領から分与され、御領としての扱いを受ける。内訳は、海野国3万国をはじめ、武蔵国1万7千国、下佐国、張馬国に、それぞれ1万2千国、 摂津国、泉国に、それぞれ1万3千国。海野国3万国は、山梨郡、八代郡の63家村で、山梨郡一町、田中村に、陣屋が設置された。天保3年には、武蔵国の領地替えで、山梨、八代領軍と駒郡から41家村が、加えられる。海野国の田安家寮領では、大小切り税法など海独自の税制は維持されたが、 たびたび集奪強化が行われて、領民との対立を招き、完成4年には、田安家領において太増す騒動が起こっている。幕末には、上地が検討されたが、明治維新まで存続し、明治2年には、田安家支配に反対する領民の県庁側の主導により、新政府に編入され、田安家領は消滅した。は、実施、は、 太字は、当主上記のほか、明治維新後に、十勝国あたり、援軍を管轄した、田安藩に関するカテゴリー、ありがとうございます。